ちゃんくん、もんちゃん、おはよう。毎朝この絵からスタートしてるような気がするけど、もう日課なんだね。今日は曇りだからあまり日は当たってませんよ、君たち。この小さなね、ホットカーペットっていうんですか、ホットプレートっていうんですか、これに二人で寄り添って暖をとっています。明日は暖かいらしいんですが、明後日から、すごい寒気が来るということで気をつけなきゃいけないね。ちゃんどこ行ったの？今日は12月26日です。昨日の夜深夜に、マオイママさんはクリスマスの飾り付けを全部きれいに取ったようです。クロケンパパは何も手伝わずガーガー寝とりました。ダメだねっていうより、いつ寝たんだか覚えておりません。遅くなるとですね、勝手に眠くなる親父になっちゃいましたね。そしてジャン君とポンちゃんはなんだかよくわかりませんが様子が変わったのでちょっと興奮しています。細かいもの以外は変わってないんだけどね。こういうのやろうか。はい。え、こっちか。すまない、ポンちゃんにあげていい？動じないね。ジャン君もポンちゃんもなんですけれども、わりかし、動じなくなっちゃったっていう感じですか。まあ昔はね、何に関してもビビって怯えるような子だったんですが、長年にわたってですね、危険がないということを分かったら、今度は動じないところがちょっと心配です。我が家狭いのでね、つい踏んじゃったりすることもあると思うので、少しは避けてね。はい、いってらっしゃい。はい、今日はこれはもう夕方になり始めている、約3時ぐらいですかね。ポンちゃんはここであったかくて、ジャン君はノート
ノー、なんだっけ、PC、ノート PC っていうんだっけ、MacBook ですね。この上に、このスノコがあるので、ここで暖を取っています。こんな二人です。今日は寒いようです。